かったですけどね。悔しがってます、エジミューさんです。佐藤選手、まあね、お顔の方も甘いマスクで、かなり女の子にいろいろ声をかけられたりするんじゃないですか。いや、謙遜してますね。ありますって言われても困るんですけれども、足の方もちゃんとスニーカーで。そうですね、普段あんまり革靴とか、ああいうのちょっと苦手なんで、すぐ足の裏とか、なんか痛くなってきて。そうなんですか。はい、わあ、おはようございます、磯貝さん。今日は犬もファッションのうちに入っているというね。犬を一緒に抱きながら、はい、お願いします。可愛く映るんじゃないの。気にするファッションのポイントって靴下履かないかって、そんなやつ。靴下履いてますか。はい、今日履いてないです。履いてないですね。この後履きます。はい、じゃあこの後練習の方も。わかりました。はい、よろしくお願いします。太陽カモン、いつでんお風呂の環境大臣は朝日ソーラー。片腕のプロゴルファー山手勝。ディンコンカン。濃縮ニンニク卵の美容強力健康食品キンコンカン。タバコ屋さんで買ってね。よっしゃ。スーカー、はい、スーカー。ピックンと食事しようか、どっかで。南あ、南カーといえばスーカーズ、スーカー本館祭。お肉をあっさり召し上がれ。お肉と野菜があっさり美味しい。我が家のスペシャルメニューよ。ハウスドレッシング。チーズケースからチーズケースドリンクってだ。これってニュースよね。ことでビタミンのみならチーズケースドリンク新発売。さっぱりしてる。もういいかい。まだだよ。もういい。まだまだ。玉ねぎを炒めて炒めて、まろやかなカレー上手になる。お上手。ハウスカレー上手新発売。謎の秘宝が眠る巨大要塞がついに全貌を現す。ルパン三世デッドオアアライブ。さあ、この時間はハーフタイムであります。ガンバとそしてパープルサンがそれぞれのおすすめのお店をご紹介しようという時間になりますが、まずはガンバ大阪おすすめの店はこちらであります。ケルン。こちらが、ケルンの中なんですが、向こうにはねちょっと女性ファンもいらっしゃるんですが、こっちには、生写真&色紙、ガンバの選手のいっぱいね、写真があって、そしてこちらがガンバの選手の皆さんがよく来られるというケルンであります。なんかもう今さっきから食べてくる人たち、平岡さんと山村さん、こんにちは。こんにちは。どうぞ。食べてますね。でっかい、でっかいサンドイッチですね。これケルンサンド。ケルンサンド。ちょっとでもね、今日絶対ね、大きいテレビ用。テレビ用です。っていうかね、見たことないもん。見たことない。でも、でいや、平岡さん食べてますけど、山田さんは何頼んだ。僕ね、唐揚げ定食頼んだんだけど、まだなんですよ。ちょっと、はい、もっと催促した方がいいんじゃないですか。唐揚げなんか。あ、もう来てくれました。来てくれましたよ。唐揚げ。唐揚げ。唐揚げ。はい、お待たせ。ごっつい入れ物やね。こちらのケルンの、奥様、奥様というかおかみさんといいますか、お母ちゃんというか。いや、お姉さんです。お姉さん。いつもなんて呼んでるんですか。お姉さんやな。すいません。すいません。お姉さんやね。すいません。すいません。ちょっと、まあ、ちょっとすごいね。ちょっとね。いや、いつもと一緒。どうしたの、髪の毛染めて。3人揃ってみんな染まっちゃうんですけど。いや、私が一番最初の茶髪やったんです。この頃真似したんです。ね、なかなか女優いけますね。だって、私ずっともう染めて20年やもん。長い。長い。
お前生まれて20年やろ。ほんまや。あんま自分が言う人も見つけてよ。いや、お姉さんやし。ああ、20年ね。見てください。ちょっと少ないめに一人だけおかず。おいや、こんなんいつもね、4つなんですよ。いや、数えてた。もう6つだね、6つね。数えてる、言われてる。恥ずかしい。あの、ガンバのグラウンドで、先週のお弁当もこちらの方で出してらっしゃるんですね。はい、これ、お弁当って結構皆さん量食べられるし、いろいろ気使って、毎日のもんですから。はい。どのあたり？いやー、ボリュームを多くしてでもあんまりカロリーを上げないようにかな。野菜を多く、野菜を、野菜嫌いの人が多いみたいなんで。それで、ところで平岡君、飲み物はコーラ。コーラ、はい、あ、コーラをね。そう、コーラ、ちょっとコーラ作ってきます。お母ちゃん、作ってくるんですか。そう、作ってきます。行ってきました。僕ね、コーラ作るんじゃないですか。多分コップに入れて、氷入れてコーラガッツ入れて、それで300円ですからね。そうです、ぬるいですよ。ぬるいの。ほら、ミックスジュースと。え、他の飲み物は？多分冷たいよ。今日多分冷たい。真面目なこう話なんですけど、お二人にとってね、ケルンっていうのはどういう存在ですか？やっぱお弁当をやっぱあの人数分作ってくれるっていうのはすごいこう助かってるっていうかね。うん、もういい、僕らにとって嬉しいことだろうし、うん、僕自身もこうやってまあ。一人独身ですからね、偏らないようにこう食べれるっていうのはすごくありがたいと思ってます。じゃあ僕ですか。あ、え、コーラ来ました。はい、ね、お待たせしました。平岡さんはいつもより多いな。一言ある、一言多い。僕ですか。ヘルン、リラックスできる一つの場所かな。練習しんどいじゃないですか、ね。ケルンでコーヒーでも飲みたいなっていう、うん、なリラックスできる場所かな、うん。ということで、お二人にとって大事なケルンをですね、はい、今日はご紹介いただきましたが、お味の方もどうやら最高のようであります。最高、いつもより量が多い。多い。はい、こちらサンガはフラビオ選手にブラジル料理のお店に連れてきてもらいました。どうもこんにちは。よろしくお願いします。ワカージブラジル、ここのブラジル料理はよく食べに来るんですか？うん、あのいつも練習あって、うん、できたらここ来る。ああ、そしたらちょっとブラジル料理わかんないんで、ちょっと注文してください、はい。ポルトガル語読む？読めない、読めない。なんで今してるの？え、日本語で。あ、日本語もある。日本語ですよ、日本語ね。え、読める？読めない。じゃあ読める方で。あ、美味しそう。豆、あ、これどうするんですか？一緒に、ご飯と一緒。え、置いて豆を。そう、おい、かじゃあちょっとこう潰して、うん、あ、ちょっとこぼしちゃったけど、その後で、その後でちょっと豆、かけるんですか、うん、あ、でなんか甘そう。甘い？甘くない、塩ある。あ、日本と違います。あ、そうですか、うん。まずじゃあこの豆に挑戦。どう？なんか味がないんですよ。味がない。なんだろう。あるある。あ、でも美味しいですよ。美味しい。美味しい。もっと置いて豆。いや、ちょうどいい。ちょうどいいですよ、豆が。うん、フラビオ選手、せっかく箸があるんですから。すごい、すごいじゃないですか。お上手ですね。簡単です、うん、
え、じゃあこの大きいのいってみてください。これで、はい、うん、あ、上手、すごいですね。いや、やっぱりこれは日本食食べるから自分で習ったんですか。そう、うん、本当に2年間ね、うん、頑張りました。だから、はい、あそこで日本人だけいました、はい、大阪と京都違うじゃないですか、うん、私京都はどうですか。京都いい、いいよ、すごくいいけど、あの、私は大阪2年間住んでいましたね、はい、よくわかります、そこでよくしてる、はい、だから友達たくさんいる、うん、じゃあこれから京都でもっともっと友達を増やして、うん、そう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 、今からね、今からたくさん友達会いたい、そうですか、はい、それで最後にフラビオ選手に日本語でカメラの向こうのファンの皆さんにメッセージお願いします。本当に 今からあのずっとずっともっと頑張ります。あの勝つ私たち選手本当に欲しいです。頑張りましょう、はい、ではオブリガードゼナル。秘伝の通貨天下一品。 Beauty unites the hearts of people. サイトホルダー田崎真嗣、原石から今信頼の輝きをあなたへ。 The brilliance of the diamond wins our confidence. ブライダルも田崎真嗣。いただきレンジでスパゲッティ、メンコシメンコシ、いただきレンジでスパゲッティ、メンコシメンコシ、麺にコシ、電子レンジでスパゲッティ、ハウスいただきレンジ、新発売。ミスタービッグ第2弾シングル、ニューシングル風に任せて好評発売中。いいだろ母さん、バンテリン、肩も腰も調子がいいのだろう。僕たちに効くものは母さんにも効くの。はい、交代。バンテリンは薬が直接入っていて痛みを患部から直に取ってくれる。ここなんですね、バンテリン。なんやで、二宮 BCX タウン、パソコンがそんなに安いの。安すぎるがな。はい、二宮 BCX タウン、びっくりしますぜ。パソコン買うならめっちゃ安い、二宮 BCX タウン。水の美味しさにこだわれば、美味しさと安心のフレッシュ無菌パック製法、この美味しさは譲れません。私は六甲の美味しい水。エンドが変わって右がガンバ、そして左がパープルサンガです。白のユニフォームパープルサンガ、そして青のユニフォームのガンバ、両チームともメンバーの変更はありません。今の笛はオフサイドの笛、まずガンバがオフサイドを取られました。ガンバの今日のメンバーですけれども、ゴールキーパーが本並で、近藤、宮本、唐島、広岡のディフェンスライン、そして中盤が木山、森下がボランチ、山口、ムラデノビッチ、磯貝、ヒルハウスの2トップです。その10番、キャプテンの磯貝、磯貝は確かあさってが27歳の誕生日です。この磯貝博光、キャプテンマーク、白いキャプテンマークを左腕に巻いております。一方、京都パープルサンガは今日はゴールキーパーに串引きを初めて起用しましたが、前半のあの失点はちょっと串引きが、その起用が裏面出たのかもしれませんが、成山、フラビオ、カルロス、塩谷のディフェンスライン、塩谷は本当によくやってます。望月、近行と望月、悟のボランチ、野口、坂本、2トップは永田とエジミュース、永田が同点ゴールを決めています。磯貝からのボール、ヒルハウスを、ヒルハウス、さあ左足、そしてムラデノビッチ、磯貝前走る。山野さん、はい、あそこでポンポンと2つ続きました。最後のラストパスですよね。そうですね、村田道、いいボールですね。しかしここは3番のフラビオが戻っていました。11番ヒルハウスへのパスは通りませんでした。この村田のビッチ、今のプレーです。
ここはその前のプレーですね、はい、磯貝、ヒルハウス、村田のピッチ、磯貝走りましたよね、このパスが取らなかったんですね、はい、ちょっと磯貝の方が早すぎましたね。ただああいったプレーをどん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 ガンバはやるべきですね。そうですね、あの一人一人の個人に、はい、ある程度 の, そのレベルを持ったというか、かなりいいレベルを持った選手が前にいるわけですから、はい、ああいうプレーができる選手を揃えてるんですよね。一方赤のキャプテンマークを左腕に巻きました望月悟、31歳ベテランです。滋賀の森山高校では国立競技場まで駒を進めました。その後大阪商業大学でももう大きい大会を1回1回でも取っております。そしてその後は NKK、 そして J に入ってからは全然寄りました。そしてパープルさんが J 昇格の立役者となっております。近藤が右サイド突破します。前に3枚いる。さあまず磯貝へ、磯貝どっちシュート、これはディフェンス、そしてもう一度シュート、ゴール、後ろから打った森下、磯貝のシュート、グラビオがクリア、そのこぼれ球すかさず打ちました7番の森下、思い切って打ちましたね。今ガンバはこれでゴールを決めたのは4人目という形になります。ムラデノビッチがほとんど決めていた、そしてヒルハウス、松波、この3人の選手しか決めていなかったんですけども、これはいいシュートでした。飛んだコースも最高。前半の今は2分です。ただこの近藤の突破ですね。そうですね、そしてここで積極的に磯貝が打った、はい、その後もその後のフォローが良かったですね。そうですね、後半の2分、この森下のシュートです。前半にも言いましたけど、久世監督が森下にこれからもっと欲しいのは積極性だと言っていたんですけども、今日は前半にもロングシュートがありました。そして見事後半のシュートで決めております。さあ今度は逆襲、11番の永田、同点ゴールを決めている永田、しかしまたガンバが後半の2分、後半の2分に1点勝ち越しております。おっとこのボールは、これは成山ですね、2番のサイドバックがここまで上がっています。そしてこれはコーナーを取りました。山本さん、こうやってね、両チームともサイドバックが積極的に上がってくると面白さかなと思います。そうですね、ボールが中盤で動いてるということなんですよね。中盤が変わるとサイドバックが上がれるんですよね、はい、そして3番のフラビオが、まあ、以前のフラビオよりバッサリ髪の毛を切ったんでちょっと変な感じもしますけども、フラビオ、この中央のフラビオが上がってきました。カルロスのコーナーキック、もう一度、さあ、あっと今ちょっとトラップをミスした。しかしもう一度ファーへ飛ばしてヘッド落として、ちょっとミートしなかったですね。今ヘディング行きましたのは5番の望月近幸です。前半私あまり望月の名前言うことなかったんです。悟ではない、近幸の方、清水商業から同試合進んだ。あっとこれは先ほどのシーン、もう一度ご覧いただきましょう。この後のフォローがいいんですよね。森下のシュートでした。後半の5分を経過しました。前半は11分に点を取ったガンバですが、後半は立ち上がり早々2分に勝ち越しのゴールを森下が決めて2対1、ガンバがリードしています。後方から6番の原島から長いボール、これがきっちりパスになるとガンバはリズムが出てきます。そうですね、それとやはりガンバは次の追加点でしょうね。そうでしょうね、まあ、当然のことながら同点に追いつけるのか突き放すのか、はい、フリーキック2番の成山が蹴ります。この成山とそれからガンバの6番の唐島、山城高校の同級生、はい、成山は近大に進んで、そしてその後このパープルサンガです。おっと本並躊躇した。さあ永田、エジミューソン、望月が行く、持つ永田、さあ坂本陽介、坂本シュートは野口。山田さん、はい、ちょっと今日本並おかしくありませんか。そうですね、先ほども同じようなケースありましたよね、中途半端に出かけて躊躇する、はい、キーパーがね、あれをやるとですね、バックラインが止まってしまうんですよね、
そうですよね、はい、あの前半開始早々にあの胸を打ちましたよね、はい、あの辺の影響はないとは思うんですけどね。まあそれはないと思うんですけどね、ただあの入ってくるボールがねかなりカーブがかかってるでしょ、だからやはり釣られるんだと思うんですよね、うん、ただちょっとねあの混乱としては今日ちょっとリズムがおかしいような、はい、そうですね、はい、そんな感じがします。市川さん、はい、ハーフタイムのまずガンバ大阪の指示なんですけれども、はい、相手のモチベーション、ランニング、ファイティングスピリッツ以上のものを出さない限り簡単に勝てるわけはないだろうと、これかなり厳しい口調で言ったそうです、で相手のスペースをともかく潰しなさい、少ないタッチで逆サイドに展開しなさい、こういう厳しい指示が下ったそうです。それからあの山口選手がですね、かなりあのパープルサンガの選手のアフターパックルがあるということで、あのバーナー指示にですね、クレームをつけるシーンもゲーム前は見られました。そうですか。ベンチで立って戦況を見つめておりましたヨジップ・クゼ監督、去年はヘルト監督の下のコーチ、ヘッドコーチを務めていましたが、ヘルト監督の後今シーズンからガンバの選手を指導に当たっている監督に就任したヨジップ・クゼ監督、43歳、クロアチアです。まあオーストラリアとかユーゴとか東ドイツとかドイツとかいろんなところでコーチを務めました。おっと今警告が出ましたね、イエローが、はい、3番の宮本ですかね、遅延行為でしょうね、はい、あ宮本が遅延行為、宮本はこれはイエローは1枚目、初めてのイエローです。一番でもあの遅延行為でイエローというのはもったいないですよ ね、はい、そうですね。さあ永田が行きます。そしてこれはスローインは望月からすかさず8番の野口へ、そしてもう一度望月一旦下げて、この辺はサンがなかなかいい形です。そしてクロスボールを入れて、うん、エジミューソンです、はい、弾き込みました、ね、本当に面白い意外性なボール入りましたよね。そうですね、高いボール、この後のボールを蹴られるかどうかですね、はい、ガンバの方は。ただ今日はあの初めてスタメン起用されたあのベテランの望月なんですけども、随所で今日はいい働きしてますね、はい、坂本これは足を蹴られた形ですけども、これはボールに行ったという形でホイッスルはありません。さあ持ち近いシュートを打った塩谷ですね、塩谷ですね、はい、そしておっと倒れたエジミューソン、ホイッスルだ、ホイッスルだ、バーナー主審はペナルティーマークを指しました。エジミューソンが PK を得ました。ちょっと不満そうな表情の平岡ですけれども、あ、いや、これはしょうがないですね、はい、完全にボールではなしに足元に行ってます。やはりね、ワンタッチ目がね、エジミューソン良かったですね。そしてエジミューソンが今足を引きずりながらゴールの後ろへ出されました。そして PK は誰が蹴りますか。フラビオですね、人も強烈なキック蹴りますから ね、 ただね、本並はねフラビオの蹴るとこ分かってると思うんですよ、ね、なるほど、あ元同僚だ、そうですね、その裏を書くかどうかが勝負ですよね。ちょっとこれ読み合いしましょう、はい、どっち蹴ると思いますか。いや本来フラビオは右足で、やはり右を狙うんですよね、はい、右足で右を狙う、はい、そうですか。それを本並のことが当然自分の癖を分かってるとフラビオも思ってますよね、はい、さあ注目しましょう。フラビオの PK、 おっと一瞬躊躇して、おっと本並セーブした、フラビオ PK を外しました。しかしまだコーナーキックチャンスは続きますが、サンガ同点のチャンス、ひとまず逃した形になりました。さあ坂本がショートコーナー、そして塩谷が上げてゴール前、フラビオのヘディングシュート、もう一度もう一度シュート、ゴール、フラビオ PK を外した代わりに見事右足で決めました。同点ゴール、フラビオ、おっと、あ、飛ぶ、越えた、これはイエロー、これはイエロー、フラビオ飛び出してしまいました。試合中に看板を越えるとこれはイエローが出ます。あ、バーナーさん出しません。あれ、これちょっとあのラッキーですね、おかしいですね、これあの FIFA の規約からすると完全に看板を越えると、はい、イエローなんですけども、はい、さあ見てみましょう。今の自分でヘディングシュートを打ったんですよね、はい、その後また帰ってくるんですね。いいところ帰ってきましたね。浮いたボールをボレーで2対2同点です。 PK よりもよっぽどいいキックしましたね今のは。そうですね
最後の本並の表情、何かあの言葉をあの引き出してつけると、うん、なぜだというようなあの言葉がつくような、そんな表情が困りました。本並つける前もね、本並がね、ブラジオブラジオと言ってないんですよ。さあ、急がい折り返しか、どうする、あーっと、ここはカルロスがよくいった。そしてエジミルソンも戻っています。前を送ります。走るのが7番の坂本です。バックパス危ない。ちょっとガンバ同点に追いつかれてリズムが狂ってます。今のバックパス危なかったですよ。危ないですよね、はい、そしてムラドノビッチが、これはオフサイド。おや、選手交代、磯貝に変えてスクリーンやですね、はい、ガンバサイドも非常にベンチが慌ただしくなってまいりましてね、小瀬監督 もご覧いただけると思うんですけど、かなり前の方まで大きな声出してきて、指示出してますね。そうです、磯貝はしかし別に不詳ではありませんから、久瀬監督、ここまでの磯貝のプレーぶりに不満という形で、山野さん、これ変えたんですかね。ピッチャーさん、まずそれがあると思うんですけどね、やはり磯貝起用というのは、やはり磯貝のキープ力を生かして攻めたいなということが狙いだったんですよね、それがやはり出せてないということだと思うんですよね、マクロさん、何かありますか。磯貝選手は少し足引きずってる感じなんですね。そうですか、はい、あのちょっと状況分かったらまた伝えてください。望月が積極的にロングシュートを打ちました。なるほど、あちょっと引きずっている感じがありますかね、うん、ただあのプレーの中ではね、はい、特にそんなあの磯貝が倒れるというシーンはありませんでしたけども、うん、そういえばエスパルス戦でしたかね、やはり磯貝が途中で変わったゲームもありましたよね。そうですね。さあ、これは逆にチャンスだった。山内がキープしてどうする、センタリングだ、ムラデノビッチ、シュートは入りました。ガンバ3対2、ムラドノビッチ今日2点目。ぐちゃぐちゃっとしたシーンから、しかしこれは今本シリアコーチと久瀬監督が随分なんか話してました、ベンチを置きました。ここは山口です。2枚言いました、いいタイムで入りましたよね、はい、そしてあ、なるほど、今あのムラドノビッチがね、最初に蹴ったボールが手に当たったのではないかと、はい、それを今サンガの選手は抗議しました。これですね、あ、ちょっとこうスローで見る限り、当たったように見えますね。見えますね。しかしここは主審の判断です、ここはまた笛、黒目で、はい、シックな感じで、でまたこの下のこうエンジのね、紫色と言いますかね。そうですね、結構年季入ってるんですけどね結構好きなんで、はい、ちょっと足元の方はラフですが、練習前、はい、もうラフで、でちょっとあのカメラの前で一瞬こうプルッと回ってポーズなんかつけてもらって、そうですか、それなんか、いよいよおじさんみたいな、こういったじゃあラフな格好がもともと好きだったんですか。そうですね、いつもだいたいジーパンかチノパンで、こんなもんです。28.5 28.5 っていうのもちょっと私と並べてみてください。私23なんですけど、ジャーマンとババア、いやいや、うん、僕の方が小さいです